さて、続いてはですね、子育てを取り巻く環境や子どもたちの成長を見つめるシリーズ、子どもの未来です。子どもに怒ってイライラ叱ってばかりいませんか。誰でも褒め上手になれる魔法の言葉とは。純粋で自由な心を持つ子どもたち、可愛い一方で危ないことをやめてほしいなど注意が必要な場面も。何回か声かけてうまくいかないと面倒くさくなってもこらってついなるので、関西弁で言うと子供はもうあかんっていうのをね、よく言ってしまうので。分かっていても子供の気持ちに寄り添うのはなかなか難しいこと。そこで訪れたのは佐賀市のおへそ子ども園です。お、ナイスナイス、船みたい。園長の吉村直樹さん、保育士、幼稚園教諭、そして公認心理師の資格を持っています。また11歳と9歳の子供を育てる2児のパパです。こちらの園では子供の視点に立った褒める保育を中心としています。なんかお父さんとかお母さんになんか小さい頃に宿題しなさいあんたとかって言われて、はい分かったよお母さん宿題するよみたいなことって多分なかったと思うんですよね。褒めた分子供たちはその期待に応えようだとか、あ嬉しいなとか認めてくれてるなっていう気持ちをたくさん持つことができるので、まあ、自己肯定感を持ちながらこう成長してくれる。ネガティブなことにもチャレンジできるようになっていくというふうに思っています。誰でも褒め上手になれる魔法の言葉があるといいます。おへそグループではですね、いおぷかしといういおぷかしの呪文という褒め方の型があります。いおぷかしのいいおぷかしのいはいいとこ褒め。何してんの？虫のご飯。虫のご飯作ってるの？虫さんたちに優しいね。いいね、お世話上手だ。ありがとう。いいところを見つけて認めてあげることは褒めるの基本です。イオプカシのイオプカシのオは驚き褒め。おお、ありがとう。え、今日はお仕事さんなの？違うけど、してくれてるの？え、お仕事さんじゃないのに。うわーや、おなど驚きの言葉を最初につけるだけで気持ちがより伝わりやすくなります。イオプカシのプはプロセス褒め。やーいどん。リレー対決を始めた子どもたち、一生懸命走ります。頑張れ、ゴー。ただいまの勝負、赤チームさん、どうでした？もう一回したい。もう悔しい。悔しい。悔しい。悔しいよね。でもさ、さっきも負けたのにさ、よく大輝くんもう一回さ、トライしようと思ったよね。結果ではなく、努力や姿勢など、プロセスに注目することを普段から意識してみてください。イオプカシのカは感謝褒め。ねえねえ、お願いがある。ここにさ、シャベルがさ、すごいさ散らばってて、誰か手伝ってくれないかな。お願い。ありがとう。
すごく助かる。感謝をきちんと伝えることでもっとやりたいという気持ちにつながります。夜更かしの詩。夜更かしの詩は質問褒め。どうやってみそう、こんな緑ができるの？え、何色と何色を混ぜたの？忘れた。そうか、素敵な色だね。質問されることで子どもの自己肯定感が育ちやすいということです。また声かけをする時間がないときは遠くからグッドサインなどジェスチャーをするだけでも褒めることにつながるのでおすすめです。褒め言葉イヨプカシが飛び交う園内。保育主任を務める夏希先生は8歳と4歳の2児のママです。家でも上手に叱れていると思いきや、家ではですね、やっぱりイライラしたり強く言ってしまったり、ああもうなんでっていうこともたくさんあります。頑張ろうと思うと苦しくなってしまうので、私も頑張りすぎないようにしてます。もうできなくて当たり前で頼って当たり前っていう風にハードルを下げておくと、なんか自分の中でこれぐらいでいいかっていう気持ちが生まれるので、私は決して完璧ではないので、その自分をちゃんと認めるようにしてます。毎日が生まれて初めてを過ごしている子どもたち、それは子育てをする親も同じです。いっぱい失敗してもいい、子どもの小さな頑張りに目を向けて褒めることは子育てと心地よく向き合う近道なのかもしれません。